はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は2020年から2024年にリリースされた比較的新しい作品の中から高評価なシミュレーション RPG ゲームをまとめてみました。地形やユニットの特性を考慮しながらの戦闘や資源管理、レベルアップやスキルを習得させたりするキャラクター育成、そして魅力的なストーリーやキャラクターの背景が語られる物語、ファイアーエムブレムや伝説のオーガバトル、フロントミッションなど、マス目移動の単性シミュレーションをやり込んだ身としては外せない人気ジャンル。近年にリリースされた作品なので、往年の名作はありませんが、何か気になる作品が一つでも見つかり、プレイするきっかけになればいいかなと思います。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっており、参考プレイ時間は How Long to Beat のメインストーリークリア時間を参考にしています。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに、メックアルマダ。カスタムマシーンメックで戦う戦術重視の単性シミュレーション。物語の舞台はスウォームと呼ばれるモンスターによって破壊された未来の地球。壊滅的な打撃を受けながらも生き残った人類は地下に避難し、スウォームに対抗するための技術開発に成功。完成したカスタム戦闘マシーンメックは火炎放射器、メガミサイルポット、戦闘ドローンなど80種類以上のパーツを装着することができる戦闘兵器となっており、プレイヤーはこのメックを指揮してスウォームから地球を取り戻すための戦いに挑みます。ゲームはランダムに生成されるマップでスウォームとの戦闘が繰り広げられる単性シミュレーション。スウォームは爬虫類のようなクリーチャーからムカデに似たもの、さらには巨大なボスまで多種多様な形態が存在。プレイヤーはこれらの脅威に対応するため、各メックのユニークなスキルを活用しながら戦っていくことになります。本作の最大の特徴はメックのカスタマイズ要素。メックのパーツは80種類以上が存在し、脚部、胴体、武器、バックパックなどに分かれ、二足歩行や四脚、キャタピラ、飛行ユニットなど多彩な選択肢が用意されています。そしてこれらのパーツは移動範囲や地形適用、攻撃力、射程など特性が異なるため、戦況に応じたカスタマイズが求められます。多彩な環境で繰り広げられるスウォームとのバトルに挑み、地球を取り戻すための壮大な戦いが繰り広げられるシミュレーション。メックアルマダは非常に好評な日本語対応の作品です。マーベルズ・ミッドナイト・サンズ。オリジナルヒーローが作れるマーベルシミュレーション。マーベルのスーパーヒーローたちと闇の世界から現れる悪魔の軍勢との戦いが繰り広げられるシミュレーション RPG。 本作はアイアンマン、キャプテンアメリカといった我々日本人でも知っているアメコミヒーローがダイナミックに敵をなぎ倒していくアクションゲームではなく、カードを使ったシミュレーション RPG。 プレイヤーはハンターと呼ばれるカスタマイズも可能なオリジナルヒーローを主人公にマーベルヒーローとなってプレイすることができます。ゲームは世界最大の脅威であるリリスやエルダーゴッドクトン率いる悪魔の軍勢との戦いがカードを使った単性シミュレーションで展開。戦闘ミッションは主人公であるハンターを超えた3人のヒーローで出撃し、斜め見下ろし視点のフィールドにいるキャラクターを移動させ、それぞれのヒーローが持つアビリティカードを駆使して敵を倒していくゲームシステム。開発は XCOM やシビライゼーションを手掛けたフラクシスゲームズなので、シミュレーションゲームとしての完成度の高さと大人気マーベルヒーローの組み合わせという興味深い作品になっています。マーベルズ・ミッドナイト・サンズは非常に好評な日本語対応の作品です。アザーサイド。異次元から現れたモンスターと戦う単性シミュレーション RPG。本作は異次元から現れた異形のモンスターアザーズと、それにより崩壊の危機に瀕した文明世界を舞台に、プレイヤーは人類最後の希望として選ばれたドーターズと呼ばれる戦士たちを指揮して、謎に包まれたアザーズとの戦いを繰り広げていくことになります。本作はモノクロに赤という独特なアートワークが印象的なマス目移動の単性シミュレーション。ドーターズには剣での近接攻撃を得意とするブレイドマスター、二丁拳銃による遠距離攻撃やサポートが得意なソウルスリンガー、槍と盾で防御に優れたシールドブレーカーという3つのクラスが用意されており、プレイヤーはそれぞれが異なる戦闘スタイルやアビリティを持つ彼女たちに指示を出し戦いを繰り広げていきます。戦闘では行動順が画面下部に表示されるタイムラインに基づいて、
プレイヤーは敵の動きを予測し、最適な行動を選択して戦略的に戦っていくことになります。ユニットの行動は AP アクションポイントを消費して攻撃、防御、移動を行うシステムですが、本作は従来のシステムとは少し異なり、アクションポイントを 50% 以上使用してしまうと、バーストと呼ばれる行動遅延状態となり、行動順がタイムラインの一番後ろに移動させられてしまうという独特なシステムが特徴。プレイヤーは限られた AP の中で多種多様なアクションを選択し、戦略的に立ち回るといった AP 管理が重要な要素となります。また、ドーターズは戦闘を通じて経験値を獲得し、新たなスキルをアンロックすることができ、倒した敵からメモリーズと呼ばれるアイテムを入手することで、スキルのアップグレードをすることが可能。なお、アップグレードのやり直しはできないため、どのようなキャラクターを育てていくかはプレイヤー次第。アザーサイドは非常に好評な日本語対応の作品です。グルームヘイブン、超大作ボードゲームをデジタル化した作品です。海外で圧倒的な人気を誇るボードゲームグルームヘイブンの特徴はボリュームの多さ。実際の箱の重さは10キロ近くあるとのことです。物語の舞台は9つの種族が暮らす町グルームヘイブン。プレイヤーはこの町に集うそれぞれに目的を持った傭兵たちを率いて数々の試練に挑み、富や名声を手に入れていくことが目的となります。戦闘はカードを使ったマス目移動のターン制バトルで展開。カードには移動や攻撃、特殊スキルが含まれており、ターンごとに2枚のカードを選んで戦っていくことになります。また17種類の個性的なキャラクターは、独自のスキルと1000以上の能力を習得することができるなど、幅広いキャラクタービルドができる RPG 要素も充実。レベルアップにより新たな行動カードが増え、キャラクターの成長を楽しむこともできます。そして冒険者の成長に伴いグルームヘイブンも発展し、新たな冒険者が街に現れるようになったりと、発展を続けるグルームヘイブンの育成を見届けるのも本作の醍醐味。グルームヘイブンの世界は広大で、プレイヤーの選択によって物語が変化するため、何度プレイしても新しい発見があり、クエストを進める中で新しい地域を探索し、様々なキャラクターや敵と出会い、変化し続ける世界で冒険に挑むことができます。ソロプレイはもちろん最大4人での協力プレイも可能で、友人と一緒に戦略を練りながら冒険を進めることができます。グルームヘイブンは非常に好評な有志日本語対応の作品です。ブリガンナインルーナジア戦記、ファンタジー世界を舞台にした国取りシミュレーション RPG。 ルーナジア大陸統一を目指し、6つの勢力が群雄割拠する世界を舞台に、プレイヤーは思想や背景が異なる6つの勢力から1つを選択し、マナの恩恵を受け強大な力を手にした100人以上のルーンの騎士が、それぞれの思いを胸に戦火へと身を投じ、大陸制覇を目指す壮大な戦いに挑みます。それぞれの勢力は独自のバックボーンを持ち、プレイする勢力によって異なる物語が楽しめるほか、地理的条件や舞台編成の違いなど勢力によって戦い方も変化していきます。ゲームの流れは戦力を整える編成フェーズと、敵国へ進軍する攻撃フェーズ、交互に繰り返すことで進行。編成フェーズでは、各拠点に配置された騎士とモンスターによって構成される部隊を編成し、進行ルートや拠点の確保を計画していきます。攻撃フェーズである戦闘は、ヘクスマスで展開するターン制バトル。各ユニットのスキルや属性、包囲効果や地形効果などをうまく利用して、戦いを有利に進める戦略重視のシミュレーションとなっており、戦闘を通して騎士やモンスターはレベルアップし、新たな技や魔法、スキルを習得するだけではなく、上級クラスにクラスチェンジできるなど、育成要素も豊富に用意されています。また、6つの勢力でそれぞれに異なるストーリーやイベントを楽しめ、異なる勢力でプレイするたびにそれぞれの思想や思惑が描かれ、戦闘時には各キャラクターごとにちょっとした会話イベントが発生し、その人物の背景やドラマなどがこの世界への没入感を高めています。ブリガンダインルーナジア戦記は非常に好評な日本語対応の作品です。フェイタクティクス、謎と危険に満ちた世界を旅するシミュレーション RPG。物語の舞台は人間と魔法生物フェイが対立するファンタジー世界。そんな世界でプレイヤーは魔法使いの少女、主人公ピオニーとなって母を探す旅をしているうちに争いに巻き込まれることになります。この世界には魔法界と自然界、2つの世界が存在していたが、ある日エレメンタルゲートの封印が解かれ、2つの世界が不完全な形で融合したことにより、魔法生物フェイが自然界に溢れ、多くの命が失われ、世界は荒廃。生き残った者たちは新たな生活を築く一方で、フェイと人間との間には緊張が高まっていた。プレイヤーはそんな世界情勢の中で、ピオニーとその仲間たちとの戦いを通じて物語を進めていきます。
戦闘は行動順で動く単性バトルで展開。本作はコマンド画面が存在しないメニューレス操作が特徴で、キャラクターの行動は攻撃、支援、待機の3種類とシンプルに分類されており、マウス操作だけで直感的にプレイできます。各キャラクターは8つの属性や地形効果などに影響を受け、それぞれの行動には属性ボーナスやコンボなどのシステムが存在するため、状況に合わせ戦略的に立ち回ることが求められます。プレイヤーはユニットごとのスキルや行動順を考慮しながら戦い、時には召喚を使って強力な魔法生物を召喚することもでき、これらの召喚生物はコストを使って戦闘開始時に呼び出すことが可能。さらにキャラクターが特定の条件を満たすことで、強力なウルトラスキルやコンボ攻撃を発動し、戦局を一気に変えることもできます。また各キャラクターには独自のバックストーリーがあり、物語を進めることで彼らの過去や目的が次第に明らかになっていきます。フェイタクティクスは非常に好評な日本語対応の作品です。ストーレンレルム。最大6人協力プレイが可能なシミュレーション RPG。本作はディミニティやディアブロシリーズの影響を受け、戦術的なゲームプレイとダイナミックなアクションをシームレスに融合させた同時単性のシミュレーション。ゲームはソロまたは最大6人の協力プレイが可能で、各プレイヤーのターンが同時に進行するゲームシステムとなっており、前のキャラクターの行動が終了せずとも次のキャラクターが行動を行え、テンポよく進行するゲームシステムが特徴。ローポリグラフィックで描かれたファンタジー世界を舞台に、プレイヤーは失われた都市や魔法の森、鉱山を冒険し、盗まれたレルムを取り戻す物語が描かれます。特にキャラクター育成においては10種類のスキルツリーで構成された300種類以上のスキルと700種類以上のアイテムを組み合わせることで無限に近いビルドを構築することができ、さらにはオーソドックスな職業である戦士や魔法使いだけではなく特定のジョブを複数マスターすることで上級職へ転職が可能と、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせてキャラクターをカスタマイズして独自の戦闘スタイルを構築することができます。ストーレンレルムは非常に好評な日本語対応の作品です。ソングスオブコンクエスト。90年代風 2D ドットの単性シミュレーション。ゲームの舞台は4つの勢力が覇権を争い、壮大な戦闘を繰り広げているファンタジー世界。衰退した帝国の残党であるアルレオン、独立した商人国家を形成したバルヤ、奴隷となった過去を持つ沼地の住人ラーナ、ネクロマンサー率いるカルト王国ロス。プレイヤーは各々の勢力に属するウェルダーと呼ばれる強力な魔法使いを操作して敵勢力と戦いながら世界に広がる未知の土地を探索し、貴重な資源や強力なアーティファクトを見つけ自国の勢力を拡大していくことになります。ゲームはヘクスマスを使った単性ストラテジーの戦闘と探索で得られた資源を使い、建物の強化、ヒーローの雇用や新技術の研究といった王国管理をメインに展開。舞台には兵士のほか指揮官であるウェルダーが存在し、ウェルダーは直接戦場には立たないものの魔力の源であるエッセンスを消費して強力な魔法を使うことが可能。またウェルダーの装備やスキルによって部隊の兵士も強化されるため、相性の良い部隊を構築して戦略的に戦うことが求められます。ソングスオブコンクエストは非常に好評な日本語対応の作品です。ロストインファンタランド。ファンタジー世界で描かれるデッキ構築シミュレーション RPG。 8×8 のマス目で構成されたランダム生成のマップを舞台に、プレイヤーは戦士、魔法使い、トリックマスターといった職業の中から一つを選択しマップを進んでいきます。マップではモンスターとの戦闘が待ち受ける戦闘マスだけではなく、体力を回復できる休憩マス、アイテムの購入が可能なショップマス、ランダムイベントが発生するイベントマスなど多彩なエリアが存在し、どのルートを進行するかはプレイヤー次第。戦闘はカードを使った単性シミュレーションとなり、プレイヤーは移動することで消費するムーブポイントと攻撃や防御といったカードで消費するアクションポイントを活用して戦いを繰り広げていくことになります。カードはアクションポイントの範囲内であれば何枚でも使用することができるため、低コストのカードを連続で使用してコンボを狙うのか、強力な高コストカードで一気に勝負を決めるのか考える必要があります。また特定の組み合わせで発動するコンボスキルも存在し、プレイヤーはカード効果をうまく利用して戦況を有利に進めることが求められます。さらにマップではプレイヤーや敵にダメージを与える落雷やトラップといったギミックも配置されており、これらのステージギミックを活用して戦略的に立ち回ることで通常の戦闘では難しい局面を打開することも可能。戦闘に勝利するとランダムなカード報酬やゴールドを獲得でき、戦闘、イベント、ショップで手に入るカードをうまくやりくりしながら強力なデッキを構築していくことが重要。
また本作は毎回異なる展開が楽しめるローグライク要素が含まれており、ステージ構成や敵の配置、ギミックの内容などがランダムに変化。難易度は高めに設定されていますが、何度も挑戦しながらソウルオーブによるアンロック要素で永続強化を行い、徐々に戦闘を有利に進められるようになります。ロストインファンタランドは非常に好評な日本語対応の作品です。エクスペディションズローマ。古代ローマを舞台にした単性シミュレーション RPG。プレイヤーは政敵との覇権争いで父を殺されローマから脱出せざるを得なくなった若き軍団長となって北アフリカ、ギリシャ、ガリアなどをめぐり5人の仲間と共に様々な困難を乗り越えていく物語が描かれます。プレイヤーはキャラクターの外見や性別、階級、スキルを自由にカスタマイズし歴史に基づいた人間ドラマを背景に戦闘を行うだけではなく外交や政治的な選択を通じて物語を進めていきます。戦闘システムにはユニットを戦略的に配置しスキルや特性を生かして敵を打ち破るターン制の通常戦闘とストラテジー要素の高い軍団戦闘の2種類が存在しそれぞれに違った戦闘を楽しむことができます。本作ではプレイヤーの行動や選択がストーリーの展開や戦闘の結果に大きく影響するため一つ一つの選択が広範囲に影響を及ぼし場合によってはパーティーメンバーの戦線離脱や物語の展開に大きな影響を与えることになります。エクスペディションズローマは非常に好評な日本語対応の作品です。インクバウンド。本や絵画に描かれた世界を旅するローグライクシミュレーション RPG。 物語の舞台は創作物が具現化する危険な魔法世界アテネウム。プレイヤーは本を通じて異なる地域にテレポートし危険に満ちたダンジョンに挑んでいきます。ゲームはシングルプレイのほか最大4人での協力プレイが可能。プレイヤーは8つのクラスからキャラクターを選択し、ダンジョン探索に挑み、集めた戦利品でキャラクターを強化して、独自のビルドを構築しながら冒険を進めていくことになります。戦闘は敵味方が交互に行動するターン制バトルで展開。プレイヤーはあらかじめ予告されている敵の攻撃を避けながら、移動や攻撃などのアクションを駆使して、敵との戦闘を繰り広げていきます。また戦闘では敵を突き飛ばしたりデバフを与えるなどのアクションで戦況をコントロールすることが可能で位置取りや能力の使用についても自由度が高く予期せぬ相乗効果を発見する楽しさや戦略性のあるゲームプレイを楽しめます。インクバウンドは非常に好評な日本語対応の作品です。ジャギドアライアンス3。傭兵部隊を率いて大統領を救う単性シミュレーション。舞台となるのは豊富な天然資源と深刻な政治的不安を抱えるアフリカの架空の国家グランシエン。ザ・レギオンと呼ばれる武装組織が地方部を掌握すると同時に国民によって選ばれた現職大統領が突如姿を消し国は大混乱に陥ります。プレイヤーは残された大統領の家族に雇われた傭兵部隊を指揮して大統領を救い出し国の秩序を取り戻すための戦いに身を投じていくことになります。ゲームは単性のシミュレーション。遮蔽物などを利用しながら命中率や味方の布陣などを考え戦術的に行動し敵を倒していくシステム。それぞれに独自のスキルや背景を持つ個性的な傭兵たちは60名以上が登場しこれらの傭兵を雇うには資金が必要。最初に与えられた資金で傭兵を集めミッションをこなして資金を稼ぎさらに傭兵を雇って混乱する地域に安定を取り戻していくことになります。また集めた資金は傭兵を雇うだけではなく戦闘を通じてレベルアップした傭兵たちにスキルを覚えさせたり戦場で入手した武器を修理改造などカスタマイズすることも可能。本作はマルチプレイにも対応しており協力プレイでキャンペーンストーリー攻略を楽しむこともできます。ジャギドアライアンス3は非常に好評な有志日本語対応の作品です。ウォーテイルズ。中世をモチーフにしたオープンワールドシミュレーション RPG。物語の舞台は未曾有の疫病によるエドラン帝国崩壊から100年が過ぎた世界。秩序が保たれず盗賊や窃盗が横行する過酷な世界でプレイヤーは傭兵団のリーダーとして仲間を募り富や名声を求めまだ見ぬ未開の地を切り開き広大な土地を旅する物語が描かれます。ゲームは広大なオープンワールドを自由に旅して点在する廃棄された鉱山やキャンプを探索し世界の歴史を紐解いたり街で仕事を請け負い悪人を捕まえて懸賞金を手に入れたりと富と名声を手に入れるため様々な手段を駆使して過酷な世界を生き抜いていくことになります。戦闘はマス目移動の単性シミュレーション。弓使いの射線場や範囲攻撃などは仲間にも被害が出たりするのでやりがいのある戦闘が楽しめます。また戦闘や探索といった要素だけではなく本作では傭兵団を運営していく要素が特徴。
冒険で集めた素材でクラフトを行い、傭兵団の武器や装備のアップグレードのほか、一日の終わりにはキャンプファイヤーを囲み、全員に食事を食べさせ士気を高めたり、週末には給料を払わなければならず、満足のいく配給がなければ士気の低下や部隊からの離脱を招いてしまうので、最強の傭兵団を築くにはリソース管理も重要。傭兵には剣士や弓使いといった6種類の戦闘職と、料理人や鍛冶屋などの生産系の専門職を選択でき、レベルの他にスキルや得意武器が異なり、仲間にするキャラクター次第でパーティー性能は大きく変化していきます。荒くれ者を率いて戦い、最強の傭兵集団を築き上げるシミュレーション RPG、 ウォーテイルズは非常に好評な有志日本語対応の作品です。ザ・ラストスペル、タワーディフェンスとローグライク要素を持つ単性シミュレーション RPG。物語の舞台は戦争を終わらせるため、魔導士たちが魔術の力でほぼ全てを消し去り、奇妙な紫色の霧が出現するようになった世界。わずかに残った人類はこの危機の元凶となった魔法を封じるため、この世界に存在する全ての魔法を封じる魔法、ザ・ラストスペルを唱えるべく拠点を築いたという物語。プレイヤーは夜な夜な霧の中から現れる血に飢えたモンスターの大群からわずかな味方ユニットを指揮して、人類最後の希望となるザ・ラストスペルの発動まで魔法陣を守り抜くことが目的。ゲームは昼と夜2つのフェーズで構成され、昼はボロボロになった街の防衛力を再構築し、夜は魔法と武力で邪悪なモンスターから拠点を守りきります。戦闘は戦術性を重視したマス目移動の単性シミュレーション。都市の被害が少なくなるほど戦闘報酬は多くなり、報酬を使って都市の防衛力を高め、ヒーローを強化して次の夜に備えていきます。ゲームはアンロック要素が多く、アンロックフェチの方には刺さる作品となっており、最初のうちは拠点を守りきることは難しいですが、特定のミッションのクリアや敵を倒すことで獲得できるエッセンスを消費することで、強力な武器や防具、新しい要素など様々な機能がアンロックでき、やればやるほど強くなるリプレイ性と、やればやるほどハマる中毒性がやばい作品です。ただし後半になるにつれ、一ステージでの戦闘が長くなるので、時間を忘れ気づいたら明日ということがあるので注意が必要です。ザ・ラストスペルは非常に好評な日本語対応の作品です。戦場のフーガ、喋る獣人たちが活躍するドラマティックシミュレーション。本作は犬人、猫人と呼ばれる喋る獣たちが暮らす世界ガスコを舞台に、12人の子供たちが古代戦車タラニスに乗り込み、囚われた家族と奪われた故郷を救うため、侵略者ベルマン帝国に立ち向かうことになります。子供たちは巨大戦車タラニスの中で生活を始め、ガスコの各地を転戦しながら家族の行方を追う中で進行し、チャプターごとの探索パートと戦闘ステージで物語は展開。戦闘は単性のコマンドバトルとなり、行動順を示すタイムラインを活用し、武器の特性やスキル、敵の弱点を見極めて戦略的に戦いを繰り広げ、戦いの中では子供たちの感情や相性が勝敗の鍵を握り、時にはタラニスに封印された兵器、ソウルキャノンを使用する選択を迫られます。圧倒的な一撃を放つことができるソウルキャノンの使用は大きな代償を伴い、その選択は物語の結末にまで影響を与えることになります。また戦車内では子供たちが生活し、仲間との交流を通して親愛度を高めるほか、古代遺跡を探索してお宝を入手したり、奪われた日常を取り戻すために進み続ける中では、プレイヤーは戦争の悲劇や友情、犠牲といった、それぞれのキャラクターの背景や感情に深く関わることになります。全12章で語られる絶望と希望の物語、子供たちは何を優先し何を犠牲にするのか。戦場のフーガは非常に好評な日本語対応の作品です。ドリームタクティクス、カードデッキで戦うメルヘンなシミュレーション RPG。 本作は 2D ドットで描かれたメルヘンチックな夢世界ドリームワールドを舞台にしたデッキ構築型のシミュレーション RPG です。プレイヤーは主人公の魔法少女ネルとなって、ピロー軍団によって崩壊の危機にあるドリームワールドを救うため、空に浮かぶ島々で構成された世界を冒険しながら仲間を集め、ピロー軍団に立ち向かっていくことになります。ゲームは見た感じファイアーエムブレムガイデンに近い印象。自由に移動できるフィールドマップでの探索と、マス目移動とカードを使った単性バトルで展開。戦闘では各キャラクターのカードデッキから毎ターン新しい5枚のカードを引き、攻撃や回復のほか特定の効果を持つスキルをうまく使い、戦略を立てながら戦っていくことになります。冒険を進める中で新たなカードを入手したり、戦闘を重ねることでレベルアップしたりと、カードデッキの強化やキャラクターの成長要素だけではなく、
冒険の道中で仲間になるキャラクターはそれぞれユニークなカードを持ち、最大4人までパーティーに加えることができ、装備やアクセサリーによって能力を強化していくなど、結構やりごたえがありそうな感じです。ちょっとメルヘンチックで人を選びそうですが、シミュレーション RPG としては結構面白そうな印象を感じました。ドリームタクティクスは非常に好評な日本語対応の作品です。シャードパンク、未来世界のピクセルパンクな単性シミュレーション RPG。 戦争に敗れ荒廃した都市に突如変異したミュータントネズミの大群が襲来。プレイヤーは生き残った元帝国兵やハンターといったキャラクターを操作して、できるだけ多くの生存者を救いながら都市から脱出し、安全なバンカーにたどり着かなければなりません。敵であるネズミたちは二足歩行で行動し、さらには重火器で武装した凶暴なミュータントネズミ。生存者メンバーの独自の能力や個々が扱う武器の特徴を最大限に活かし、戦っていくことになります。ゲームは XCOM のようなマスメイドの単性シミュレーション。アクションポイントを使った行動システムとなり、遮蔽物やキャラクターのスキル、そして命中率などを考えて行動していく結構難易度の高い戦闘が繰り広げられていきます。シャードパンクは非常に好評な有志日本語対応の作品です。トラブルシューター、捨てられた子供たち。近未来の犯罪都市を舞台にした単性シミュレーション RPG。 かつて世界大戦で争っていた3つの国家が激戦区だった地域に共同で築いた中立都市バルハラ。しかしバルハラは軍隊を持たないため、治安が常に不安定で、警察の手に負えない凶悪事件が多発する都市となり、政府は不足する治安維持の対策として民間警備会社トラブルシューターを設立。そして本作では新たにトラブルシューターとなった青年アルバスの物語を中心に、凶悪な事件に立ち向かう姿が描かれます。ゲームは単性のバトルシステムを採用しており、プレイヤーは各キャラクターの特性やスキルを活かして戦いを繰り広げていく戦闘では、敵や地形、遮蔽物を活かした戦略的な位置取りが重要となり、命中率や回避率を考慮しながら戦術を練る必要があり、また装備にはランダム性能やレアリティが付与され、トレジャーハント要素を楽しむことができます。キャラクターたちはそれぞれ独自のクラスを持ち、戦闘を通じて成長し、上位ランクへとランクアップすることが可能。物語の中ではアルバスをはじめとする仲間たちがトラブルシューターとして活躍する理由や背景が描かれており、キャラクター同士の関係性や成長を見守ることができます。グラフィックも日本人好みに描かれており、とっつきやすい印象ですが、シミュレーションゲームとしての難易度は結構高め。トラブルシューター捨てられた子供たちは非常に好評な日本語対応の作品です。ターミナス、ゾンビサバイバーズ。ゾンビアポカリプスを生き残る単性サバイバルシミュレーション。ゲームは人類の大半がゾンビウイルスに感染したゾンビアポカリプスな世界が舞台。プレイヤーは数少ない生存者の一人として、凶暴なゾンビたちの脅威から逃れ、他の生存者たちが集うターミナルを目指すことになります。本作は数あるゾンビサバイバルゲームとは一味違ったユニークさが特徴。まず視点が垂直見下ろしのトップダウン視点。そして主人公とゾンビや他の生存者が交互に行動する単性システムが特徴。単性といっても AP、アクションポイントを消費するタイプなので、移動や行動、戦闘などはアクションポイントがある限り行動できるゲームシステム。プレイヤーは兵士、警官、消防士といったそれぞれに特徴を持ったキャラクターを選択し、空腹や睡眠などのステータスを管理しながらも人々が集うターミナルを目指すことになります。またゲーム開始時に選択できるキャラクターも複数存在し、ゲームを進めていくことでアンロックすることが可能で、キャラクターごとに違ったゲームプレイを楽しめます。ターミナス、ゾンビサバイバーズは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。シンフォニーオブオーザ・ネフリムサーガ。往年の名作を彷彿とさせる単性シミュレーション RPG。 ファイアーエンブレムや伝説のオーガバトルなどの作品に影響を受けた単性シミュレーション RPG です。物語の舞台は3つの大陸が各地を治める剣と魔法のファンタジー世界ターンラ。そのうちの一国であるバリリア帝国で孤児として育ち、その後帝国軍人となった主人公が世界を揺るがす大きな戦いに巻き込まれていく物語が描かれます。ゲームはマスメイドの単性シミュレーションで、特徴はね、ファイアーエムブレムのような個別ユニットを指揮するのではなく、複数のユニットで構成された小隊であるということです。一つの小隊には最大で9ユニットを配属でき、どんな編成にするのかはプレイヤー次第。ただし各ユニットに設定されたコストであるキャパシティの合計がリーダーユニットのリーダーシップの値以下でなければならないという制限もあるので、あれこれ悩みながら舞台編成するのが楽しいところ。ストーリー自体は王道ファンタジーですが、キャラクターの人物像がしっかり描かれ、ファイアーエムブレム好きには刺さるシミュレーション RPG です。
シンフォニー・オブ・オー・ザ・ネフィリム・サーガは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は2020年から2024年にかけてリリースされた比較的新しい作品の中から高評価なシミュレーション RPG 系のゲームをまとめてみました。気になる作品はあったでしょうか？今後もね、こういった細かいジャンルで高評価作品をまとめて紹介していきますので、ウィッシュリストの参考にしていただければと思います。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。